さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。ASUS ROG Strix X870F ゲーミング Wi-Fi になります。ROG、あんたこれ一体。もちろん ASUS さんからのご提供です。ちっちゃないし。ということで今回はこちらの ASUS ROG Strix X870F ゲーミング Wi-Fi をレビューしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では最初に X870 についてお話をしていきたいと思います。AMD X870E と X870 は、先月登場したRyzen 9000シリーズに合わせて発表されたソケット AM5 対応の最新チップセットです。名称的には AMD X670E と X670 の後継かなと思うのですが、スペック表を見てみると X870E は X670E の後継機であることがわかりますが、X870 と X670 は CPU、PCIe などを見ると同じではありません。あれ？じゃあ X870 と同じものは？ CPU、PCIe で合わせるとこちらが X870 の後継機となります。B650E？ そうなんです。なので X670E の後継機として X870E、B650E の後継機として X870、X670 の後継機は今のところないといった形ですね。なんかわかりにくいわね。私も調べながら頭がぐちゃぐちゃになりました。続いて X870E と X870 の違いです。まずチップセットの数が X870E が2個、X870 が1個です。あとは USB の数と SATA の数が違います。それ以外は基本的には同じです。これなら色々と数の多い X870E の方がいいんじゃないの？もちろん数の多い方がいいのですが、基本的に X870E がハイエンドモデルのマザーボードとなるので、価格もその分上がります。こちらが現在 ASUS から出ている X870E と X870 のモデルです。プロアートと X870F がちょうど境目となるのですが、こんな感じで価格が変わります。ヒーローが最上位モデルなので高すぎるのもありますが、X870E がどうしても欲しい方はプロアートもいいかもしれませんね。では続いて今回レビューする ROG Strix X870F ゲーミング Wi-Fi を見ていきましょう。シュラララ。それでは ROG Strix X870F ゲーミング Wi-Fi です。こちらは ASUS のハイエンドゲーマー向け ROG Strix シリーズの中でも人気の高いシリーズです。価格は動画編集時点で67,310円と高級感のあるマザーボードです。では付属品から見ていきましょう。まずは紙とシール類です。この ROG シールはめちゃめちゃかっこいいですね。でもこういうシールってもったいなくて結局どこにも使わずに箱にしまっちゃうんですよね。こちらは ROG キーチェーンになります。見た目も柄も ROG のかっこよさが出ていますね。これももったいなくてしまっちゃいそうですが。続いてこちらは M.29 ラッチパッケージ、M.29 スライドパッケージ、M.2 ラバーパッケージです。こちらは普通に使ってる分にはあまり使用しないことが多いかと思いますが、付属しているマザーボードからなくなってしまった時の予備用として入っているかと思います。こちらは M.22110 用サーマルパッドです。小さな M.2SSD を取り付けたい時に使用するサーマルパッドです。こちらはタイラップですね。タイラップってケースに付属で付いていることが多いと思うのですが、マザーボードについているのは珍しいかなと思いました。まあタイラップはいくらあっても困らないのでありがたいですね。こちらは SATA ケーブルです。片方が L 字のものが1本とストレートが1本入っています。こちらは Wi-Fi アンテナです。ツールレスで簡単に取り外しができる専用アンテナで Wi-Fi 7対応となっています。見た目が武器っぽくてかっこいいですよね。アンテナ部分は可動式となっているので電波が強い方に向けることができます。こちらが付属品一覧です。では続いてマザーボード本体も見ていきましょう。見た目は黒ベースでどんなパソコンにも合いそうですね。また ROG の顔のマークがデカデカと書いてあるのでそこもポイントかなと思います。ちなみにこの ROG マークは、光ります。光るんだ。では細かい部分も見ていきましょう。まずは電源フェーズ。16+1+2+2 フェーズスマートパワーステージで、90A スマートパワーステージから現行最高クラスの 110A スマートパワーステージへと変わっています。電力効率に優れるアロイチョークや耐久性に優れる 5K ブラックメタリックキャパシタなどの高品質なパーツが使われています。メモリスロットは片側ラッチの DDR5×4 本で最大 192GB デュアルチャンネル対応。メモリクロックは最高 DDR5-8000。AMD エキスポに加えて、ASUS 独自の拡張メモリプロファイル ASUS エンハンスドメモリープロファイル AMP もあります。ストレージは PCI Express 5.0×4 接続の M.2×2、PCI Express 4.0×4 接続の M.2×2、SATA 3.0×2 まで接続可能。一番上の M.2 スロットにはツールレス機構 M.29 リリースとなっており、大型のアルミニウムヒートシンクも付属しています。またこちらの M.2 スロットは M.2 の取り付けも簡単で押し込むだけで装着することができます。これは簡単でいいですね。
取り外しもワンタッチで外せるので小さなネジを落とすこともないのはありがたいと思います。下の M.2 スロットはネジ止め式となっており、4箇所のネジを外すことで開けることができます。中央の M.2 スロットは M.29 スライド、その他 M.2 スロットは押し込むだけのニュー M.29 ラッチとなっています。すべての M.2 スロットを埋めるとこんな感じです。ハイタがあるので一応書いておきますが気になる方は購入前にホームページからマニュアルを確認してください。拡張スロットは PCI Express 5.0×16×1 と PCI Express 4.0×4×16K×1 の2本のみ。上の PCIe にグラフィックボードをつけて、下には拡張カードをつけるような構成になるかと思います。私、拡張スロットってグラフィックボードしか使ってないんですが、皆さんは他のスロットって何かに使ってますか？次にインターフェースです。USB ポートは帯域幅 40GBps の USB 4×2 のほか、USB 3.2 Gen 2 Type C×1、USB 3.2 Gen 2 Type A×5、USB 3.2 Gen 1 Type A×4 の計12ポート。さらに USB 3.2 Gen 2 Type C は最大 30W までの USB PD に対応しているのでスマホなどの急速充電にも使えます。ネットワークは 2.5Gbps 有線 LAN と Wi-Fi 7となっています。背面には特にバックプレート等はありませんが、ドットパターンで ROG のロゴがデザインされています。基板には放熱性や信号の安定性が高い2オンス導層を備えた8層 PCB となっています。見た目も黒でかっこいい ROG ストリクス X870F ゲーミング Wi-Fi のご紹介でした。シュララ。このチャンネルでは初登場の AMD Ryzen 9 9950X のご紹介です。こちらは Ryzen 9000シリーズとして今年の8月23日に発売された最上位モデルとなります。動画編集時点でも最安109,980円とさすが最上位モデルというレベルの価格です。スペックはこちら。アーキテクチャーは Zen 5、16コア32スレッド。ベースクロック 4.3GHz、ブーストクロック 5.7GHz。L2 キャッシュは 16MB、L3 キャッシュは 64MB。対応メモリー DDR5-5600 で TDP170W となっています。すでにいろんなところでレビューをされているので細かいところは省きますが今回はこの CPU を使っていきます。ということで今回の検証機はこちらになりました。大黒ベースでなかなかかっこいいわね。マザーボードが黒いのでできるだけ黒いパーツで作りました。スペックはこちら。CPU は AMD Ryzen 9 9950X、マザーボードは ASUS ROG Strix X870F ゲーミング Wi-Fi。メモリはクレグ DDR5 7216GB×2枚。M.2 はサムスン 990 Pro 1TB。GPU は AMD Radeon RX 7900XTX。簡易水冷は ASUS ROG Yujin 3360。あとは書いてある通りです。では実際に動かしてみましょう。スイッチオン。AMD はメモリトレーニングに少し時間がかかるのでその辺も見ていきましょう。マザーボードの LED ランプがあるのですが、割と赤いままで起動準備をしていることがあるので、赤いままでもそのまましばらく待ってみた方がいいです。なんかずっと赤いランプのままだとエラーで止まってるように感じるわね。その気持ちもわかりますがもう少々お待ちください。あれから全然変わらないわね。私もテストをしないで電源を入れた一発目なので動かなかったらどうしようとは内心思っています。と言っていたらマザーボードの LED が消えましたね。そして白いランプがついて。ここまで来ればもう少しですね。ということで初期起動までに1分3秒かかりました。こちらが BIOS 画面となります。せっかくなのでこの BIOS 画面についても少し見ていきましょう。こちらが Easy モードと呼ばれる簡単に色々と設定ができる画面です。大抵の方はこの画面で色々とこと足りるんじゃないかなと思います。まずこの画面でできることですが、メモリの DOCP の設定、Easy システムチューニング、ファンコントロール、ブートメニューになります。ファンコントロールとブートメニューはよっぽどのことがなければ触る必要はないかと思いますが、ファンや簡易水冷のポンプの設定を変えたい場合は押してください。メモリの DOCP の設定は、いわゆるメモリのオーバークロックになります。ちなみにこの DOCP とは ASUS の独自機能で本来 AMD マザーボードの場合は AMD エキスポと言ったりします。で、この DOCP を押すとどうなるかですが、プリセットの OC プロファイルと DRAM タイミングをロードして、安定した周波数に簡単にオーバークロックができます。続いて Easy システムチューニングですが、こちらも ASUS のマザーボード独自機能で簡単に自動で CPU のオーバークロックをしてくれます。基本的にはノーマルでいいのですが、クリックをすることで AI オプティマイズというのが選べます。
AI オプティマイズにすると負荷条件や周囲温度の影響によるクーラーの放熱状況などを自動で判断し、起動時に最適なコア倍率に変更してくれる機能となります。まあ基本的にはノーマルでの運用で問題ないかと思います。あとは右下の詳細設定モードというのを押すと、これよりもより詳しい BIOS の設定が可能となります。この辺はよっぽどパソコンの設定を詰め込んでいきたい人向けです。ということで私は EG モードから DOCP だけ有効にしていきたいと思います。保存して再起動をするとその設定が反映されます。こちらが CPU-Z の情報です。しっかりと AMD Ryzen 9950X と記載され、16コア32スレッドで動いていますね。メモリに関しても先ほどの DOCP を設定したので 7200MHz で動いてくれています。この DOCP はメモリが持っている最大速度に合わせてくれるので 6000MHz のメモリだったら 6000MHz とメモリに合わせて変えてくれます。ではせっかくなので少し性能の検証もしてみましょう。シネベンチ R23? それではシネベンチ R23 を回していきます。さすが16コア32スレッドなのでマスの埋まり方がかなり早いですね。では結果を見てみましょう。マルチが 41,669 ポイントと 41,604 ポイント、シングルが 2,261 ポイント。HW モニターのパッケージ読みでアイドル時の温度が 47.1 度で、最高温度は 77.8 度と 80.3 度。ワットモニター読みで消費電力が平均335ワットでした。さすがライゼン 9950X ですね。特に細かい OC 設定などしてないのですが4万を超えるスコアが出ました。これはさすが最上位の CPU といった感想です。温度も 360mm 簡易水冷ってこともありますが80度台で回ってくれたのでこれは心の安心もありますね。では次。ファイナルファンタジー14黄金のレガシー。続いて FF14 ベンチマーク黄金のレガシーです。解像度は 4K、WQHD、フル HD の最高設定と最低設定で計測しました。結果はこちら。まずは最高設定の方から。4K はスコアが 14,518、平均 FPS100.7、最低 FPS67、WQHD はスコアが 25,345、平均 FPS180.7、最低 FPS81、フル HD はスコアが 31,271、平均 FPS230.8、最低 FPS82。続いて標準品質ノートパソコンでの結果です。4K はスコアが 21,644、平均 FPS148.0、最低 FPS93。WQHD はスコアが 33,103、平均 FPS240.6、最低 FPS96。フル HD はスコアが 35,826、平均 FPS268.6、最低 FPS94。今回は AFMF2 は使用していませんが、これだけスコアが出れば十分に遊べそうですね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定はレイトレーシングウルトラと最低設定の FSR クオリティ、こちらも AFMF2 は使用せずに計測しました。結果はこちら。 4K の平均 FPS39.95、 最低 FPS35.29、 WQHD の平均 FPS72.62、 最低 FPS63.36、 フル HD の平均 FPS100.4、 最低 FPS87.22。 WQHD でこのスコアなら十分遊べそうですね。低設定の結果はこちら。4K の平均 FPS205.0、 最低 FPS164.88、 WQHD の平均 FPS209.98、 最低 FPS167.02、 フル HD の平均 FPS209.94、 最低 FPS164.48。 低設定に関してはほぼカンストと言っていいスコアが出たのではないかなと思います。逆に差がなさすぎて困る結果ですね。では次。シティーズスカイライン2。続いてはシティーズスカイライン2です。設定は10万人の都市で低設定で行いました。低設定であれば 4K でも快適に遊べそうな FPS が出ていますね。ただゲーミングモニターが必要かどうかとなると WQHD でもやっとな感じはあります。むしろフル HD と WQHD で差が出ていなかったのでその辺がちょっと気になるところではありますが、とはいえ、FPS の落ち具合などを見ているとやはり WQHD の方が重いのかなといった印象です。にしてもこのゲームは本当に重いわね。果たしてこのゲームをぬるぬる動かせる日が来るんですかね。ということで今回は、ASUS ROG Strix X870F ゲーミング Wi-Fi をご紹介しました。あんた的にはどうだった？そうですね、見た目もかっこいい ROG マザーボードの中で、PCIe スロットがそんなに必要がないって人は本当これが一番いいかなと思いました。USB4 が2つも付いているのでドッキングステーションとかに繋げて使うのもいいのかなと思います。確かにそれはいいかもしれないわね。先日発売した Ryzen 7900X3D でも十分な性能が出せるマザーボードなので組み合わせて使ってもいいかもしれませんね。あと AMD Ryzen 9950X は強すぎですね。
あ、そういえばこれ。とということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、私のセリフ、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。ちょっとあの CPU どうしたのよ。ちょっとお散歩行ってきます。あ、逃げんな。